中村区間選手。おっと、ここは紳士的な態度でいきました。ここショックを受けて、そこに展開させてください。今回は挑発しませんっていうのをやったんですよ。赤コーナー、チャンヒョン D 選手、お願いいたします。チャンヒョン D 選手 62.45 クリアです。 62.45 計量クリア。続いて青コーナーです。中村寛選手です。中村選手 62.50 ラストクリアです。 62.50 中村寛選手計量クリアです。対するザマッチで衝撃的な勝利を収めました。中村寛選手、おっと、ここは紳士的な態度でいきました。先ほど計量の時のですね、計算し仕方がなかなか斬新だったと思うんですが、あれは背中の鬼を見せたかったんですか。はい、背中の鬼を見せたかったんですか。背中の、計量の時ってことですか。あ、そうです。なんか体の仕上がりも良かったんで後ろを向いて、まあその日の自分に任せた感じですね。オーガーが宿るぐらいパンチを打ちまくって体仕上げてたんで、はい、それをパフォーマンスに使おうって今日思ったんで、そのひらめきでやりました。はい、チャンヒョン選手は先ほどの、中村選手 その背中の筋肉のパフォーマンスを見てどのような感想を持ちましたか。저는中村選手が손가락욕한것밖에기억이안나는마음의상처를받았습니다。選手が手でこう悪口を見せてたことにすごくショックを受けて、そこに心で傷ついています。ちょっとね、中指を立てるような感じがありましたけど、いや、それ展開させてください。これをやって今まで挑発してきたじゃないですか。でそれじゃなくて敬意を持って倒しに行きますっていう気持ちで今回は挑発しませんっていうのをやったんですよ。でもやっぱ日本人同士やかったら伝わらないというか、はい、ちょっと勉強し直します。なんて言ったらいい、これ俺英語とかわからないんで、とりあえずリスペクトしてますっていうのを伝えておいてください。通訳の人お願いします。今はぜひ通訳の方が直接、はい、ここで撤回していただければ。試合前の会見ですよね。こんな名言でいいもんなんですかね。質疑応答はやめろ。なんでもだ。